玄状三蔵、玄状。玄状。六百二年から六百六十四年三月七日は、東大の中国の薬教造。玄状は戒名であり、俗名は、送り名は、欧弁閣で、尊称は、孔子、三蔵など、熊良自と共に二大薬省、あるいは身体と、副根号を含めて四大薬教科とも呼ばれる。六百二十九年に、 陸路で、インドに向かい、巡礼や仏教研究を行って645年に、経典657部や仏像などを持って帰還。以後、翻訳作業で、従来の誤りを正し、法召集の回祖となった。また、インドへの旅を、知史、大東西域記として表し、これが後に、伝記小説、西遊記のもとともなった。陳医は、随長の人事2年。 602年、落葉にほど近いし、現在の河南省園市市市で陳敬、または陳恵の四、男として生まれた。母の宗氏は、落州長氏を務めた、宗金の娘である。字は、現状で、改名はこれを意味なとした。少年は、上記の602年説の他に、598年説、600年説がある。陳氏は、 五官の賃食を祖に持つ、現在の河南省海府市出身の市大部の家柄で、地方官を歴任した。特に、祖祖父の賃金、または、陳山は、北魏の時代に上東軍の大使になっている。その後、祖父である、賃康氏は北西に仕え、市へと移住した。八歳の時、皇居を父から習っていた賃儀は、創始秘跡の下りを聞いて、 そうしですら席を避けたのなら、私も座っていられませんと言い、襟を正して起立した状態で教えを受けた。この逸話により、賃衣の振動ぶりが評判となった。10歳で父を亡くした賃衣は、時系の長唱、俗名は陳祖が出家して、落葉の浄土寺に住むようになったのをきっかけに、自身も浄土寺に学び、11歳にして、ゆいま行と、ほっけ行を称すようにな。ほどなくして、 土蔵の募集があり、チミもそれに応じようとしたが、若すぎた試た試験を受けられなかったので、門のところで待ち構えた。これを知った隋の代理教であるは、チミに様々な質問をして、最後になぜ出家したいのかを尋ねたところ、チミは、遠くは如来を、称し、近くは違法を光らせたいからと答えた。これに漢字入った定前家は、 この風骨は得難いものだと評して、特例を認め、陳唯は、旅帳を得て出家した。こうして、兄と共に、浄土寺に住み込むことになり、十三歳で、涅槃行と、切大浄論を学んだ。武徳元年、六百十八年、随が衰え、落葉の情勢が不安定になると、十七歳の、玄城は、兄と共に、長安の総厳寺へと移った。しかし、長安は、 町全体が戦自宅に追われ、現状の望むような公爵はなかった。かつて大洛陽台が落葉に集めた瞑想たちは主に、駅州に散らばっていることを知った現状は、駅州巡りを志し、武徳2年、619年に、兄と共に、生徒へと至って、阿び曇りを学んだ。また、駅州各地に、先人たちを訪ねて、涅槃行、節大乗論、阿弥曇り論の研究を進め、 歴史や老僧思想への見識を深めた。武徳五年、六百二十二年、二十一歳の玄城は、生徒で、愚足会を受けた。ここまで行動を共にしていた長生は、生徒の粗来寺に泊まることになったので、玄城は一人旅立ち、商人らに混じって三教を折り、慶州の天皇寺で学んだ。その後も、先人を求めて、宗州へ行き、さらに上州で、常実論を、 長安の大覚寺で、くしゃを学んだ。現状は、仏典の研究には原点によるべきであると考え、また、仏石の巡礼を志し、上岸3年、629年、隋王朝に代わって新しく成立した東王朝に出国の許可を求めた。しかし、当時は、東王朝が成立して間もない時期で、国内の情勢が不安定だった事情から出国の、 許可が降りなかったため、玄状は国禁を犯して密かに出国、役人の監視を逃れながら、火星回路を経て、交渉に至った。交渉王である、菊文体は、熱心な仏教徒であったことも手伝い、玄状を金銭面で援助した。玄状は、最域の商人らに混じって、天山南路の途中から峠を越えて、天山北路へと渡るルートをたどって、中央アジの旅を続け、 ヒンドゥークシュ山脈を越えて、インドに至った。ナーランダ大学では改元に指示して、有意識を学び、また、各地の物石を巡拝した。バルダナーサの王ハルシャバルダナの保護を受け、ハルシャ王へも進行している。こうして、学問を収めた後、再域難道を経て、帰国の途につき、出国から十六年を経た、上岸十九年一月、四十五年に、 六百五十七部の経典を長安に持ち帰った。幸い、現状が帰国した時には、党の情勢は大きく変わっており、時の皇帝、大層も現状の業績を高く評価したので、十六年前の密出国の件について現状が罪を問われることはなかった。大層が現状の密出国を咎めなかった、別の理由として現状が西域で学んできた情報を政治に、 利用したい、体操の思惑があったとする見方もある。事実、現状は帰国後、体操の側近となって国政に参加するよう求められたが、彼は国外から持ち帰った経典の翻訳を第一の使命と考えていたため、体操の要請を断り、体操もこれを了承した。その代わりに、体操は、再意域で見分したもろもろの情報を詳細にまとめて、 提出することを現状に命じており、これに応ずる形で後に編纂された報告書が大東西域記である。帰国した現状は持ち帰った膨大な経典の翻訳に余生のすべてを捧げた。体操の直命により現状は上岸19年645年2月6日から幸福寺の本教員で翻訳事業を開始した。この事業の拠点は後に 大事恩寺に移った。さらに、持ち帰った経典や仏像などを保存する建物の建設を次の皇帝へ、構想に進言し、652年、大事恩寺に大岩塔が建立された。その後、玉華宮に今日移したが、翻訳作業はそのまま現状がなくなる直前まで続けられた。林徳元年2月5日、664年3月7日、現状は、 経典群の中で最も重要とされる大般若行の翻訳を完成さった百日後に玉家宮で錆びした。現状自身は亡くなるまでに国外から持ち帰った経典全体の約三分の一までしか翻訳を進めることができなかったが、それでも彼が生前に完成させた経典の翻訳の数は経典群の中核とされる大般若行十六部六百巻漢字にして、 約480万字を含め76部1347巻、漢字にして約1100万字に及ぶ。現状は、サンスクリット語の経典を中国語に翻訳する際、中国語にふさわしい訳語を新たに選び直しており、それ以前のクマラジューラの漢訳物典を、それ以後の漢訳物典をと呼ぶ。繁慰信料も現状が翻訳したものとされているが、この中で使われている未時代は、 クマーラジーバによる旧約では、観音業の主意を予訳した観世音菩薩となっている。約分の簡潔さ、流霊さでは、旧約が勝ると言われているが、サンスクリット語、アバロー規定シュバラは、自由に見ることができるという意味なので、未自在菩薩の方が訳語として正確であり、また、現状自身も、旧約を批判している。一では、時のの皇帝、大の本名が、 理性民であったため、世の字を使うことが、危機により幅かられたから灯される。現状自身は、明確に特定の宗派を立ち上げたわけではないが、彼の教えた、有意識思想ともたらした経典は、日中の仏教界に、大きな影響を与えた。法奨宗の実質的な創始者は、現状の弟子のもとである。しかし、仏祖陶器などは、現状となーランダ留学時の死である戒厳までを、 含めた三人を、法奨衆の衆祖としている。仏陶誌の一員として日頭した道明は、現状に教えを受けた。道明の弟子とされるのが、行記である。現状の没後、遺骨は、長安の南にある、皇教寺に建てられた斜里塔に収められた。ただ、この塔は、当朝末期の高宗の乱の時に破壊され、遺骨は持ち去られたとされる。現在残る。 シャリ島はランゴに、休養式により再建されたものとされる。現状のシャリ島と脇に立つ現状の二人の弟子の、シャリ島は2014年にシルクロード、長安天山回廊の公益路網の構成資産の一つとして堺文化遺産に登録されている。日中戦争当時の1942年、昭和17年に南京市の中華門街にある、受け台で、旧日本軍が、 現状の墓を発見した。それは、縦 59cm 横 78cm、高さ 57cm の石角で、中には縦 51cm 横 51cm、高さ 30cm の石棺が収められていた。石棺の内部には、北宋大の1027年、天聖5年と明の1386年、後部19年の創始が彫られていた。 石棺内に収められていたのは、頭骨であり、その他に、多数の副葬品も見つかった。この、現状の霊骨の扱いには関しては、日中で欧州を経た後、分骨することで決着を見た。中国側は、北平の方言寺内、欧弁角道に安置された。その他、各地にも分骨され、南京の霊国寺や生徒の神図寺など、数カ寺に安置されるほか、 南京博物院にも置かれている。この時、日本で法案されたのが、原埼玉市岩月区の寺音寺である。後に、奈良市の薬師寺、現状三蔵院に一部分骨された。ただ、南京で発見されたものが、頭骨だけであったため、他の骨は散逸したとも、そもそも公共寺から持ち去られたのは、頭骨だけであると申されるが、詳細は不明である。また、 1957年には中華人民共和国の周恩来総理によるインドのジャワハルラール・ネルー首相への提案でナーランダ大学に現状のシャリが分骨された。現状自身の著作である大東西域機により彼の旅程の詳細を知ることができる。現状の伝記は仏教関係の様々な書物に記載されているが、東大のものとしては、 大自音寺山造法師殿と俗僧殿がある。現状は、その17年間にわたる旅の記録を大東西域記として残しており、当時の中央アジアインド社会の様相を伝える貴重な歴史資料となっている。エリツとヒコにより、電気が編まれ、現状の死から24年後にあたる水橋4年3月15日に大自音寺山造法師殿全10巻が完成した。 略称は、ジオン伝大正新州大蔵業では、大東大ジオン寺三蔵防止伝として、ナンバー2053に収録されている。また、幸福寺と法隆寺の所蔵する、陰性紀の写本は共に、国の重要文化財である。俗高僧伝は、道信の編纂した中国蔵の伝記集。ただし、俗高僧伝が完成した645年は、 現状の帰国直後であるのに対し、現状の項には664年の死までが記されている。現代に成立した小説、三遊記は、大東三遊記記や、大樹恩寺三蔵法師伝を踏まえた上で書かれており、現状は三蔵の名で登場している。なお、三蔵法師とは、へ、律、論の三つに精通している僧侶に対して皇帝から与えられる継承であり、 本来は現状に限ったものではない。例えば、熊羅獣、神体、福宇混合、良禅なども三蔵防止の継承を得ている。だが今日では、特筆すべき功績を残した僧侶として三蔵防止といえば、現状のことを指すことが多くなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。